ってるから2人で分けて。じゃあ順番順番、あ、待って。白いとこ、白いとこ変えた方がいい。裏、僕裏。あと2回。手に守らなかった。あ、4回7。ありがとうございます。ボールそこ。オッケーオッケーオッケー。あとダールマ。はい。じゃあ、1人1個やで。1人1個。じゃあ、1個ね、もう1回欲しかった。もう1回7万。そういうことだよ。イエーイ、もらった。待てボールはいない。消えるから。ボレー自分の番来たら遊んでしまったな。そうだよ、止めてる。ここにミナとシャツ。ありがとうございます。弟やケンタロウ、ケンタロウやったっけ。シンタロウです。違う、弟の分。ケンタロウやった。喜ぶだろうな。はい。次弁当箱。弁当箱かな。めちゃくちゃもらってるんだ。どういってダメだ。帽子の。これしよう。OK。いや、私は行くけど。呼ばれかけたの。ボールの足置いて。OK だい。OK、はい。ありがとうございます。はい。いや、でも、裏。こっちは。全然大丈夫。手つかない。全然大丈夫。全然大丈夫。うわぁ、やべ。はい。あ、名前書く。名前。俺も名前も書いてもらう。欲しい、がむしゃら。めっちゃ汗かいたな。最高やん。何？名前持ってる。名前はソータやって。はい、ソータ。はい。ありがとうございます。フィニッシュ。いいよ。あ、もう。はい、オッケー。ここや、ここや。フィニッシュね。ここしかない。はい。あ、はい。ソータ。ソータや。腹で痛い。
開けますか。開ける開ける全然開ける。そういうの見たことあるわ。見たことある？そうだな、はい、ありがとうございます。じゃあここに、ね、それあれ？うわ、背中やから映らないやん。あれ飲みや。だろ、みんなもういっぱい練習したやろ今日。ありがとうございます。だろ、いっぱい練習した。じゃあ何やったさ、日本代表の何やったら練習して一人上手くなるな。で、いっぱいゴール決めてフォアやったらな、ディフェンスやったらいっぱい守るとかさ、アシストするとかさ。ああ、そこにずっとやってたんじゃないの。俺、お母さんに怒られそうで怖いな。怒られないダメだろ。わかんない。では最後に今回の企画の株式会社フューチャープロジェクト代表の滝口さんから今回の企画についてのお話があります。滝口さんお願いします。まずはね、サッカーチーム、ガムシャラの皆さんお疲れ様でした。どうした、楽しかった？安田選手どうだった？すごかった。かっこよかった。皆さんも、ね、頑張って練習すればああいうふうに、ね、なれる可能性があるので、帰り際に、ね、安田選手と話しましたけど、安田選手もなんかプロの選手と、ね、一緒に皆さんぐらいのもの一緒にこう練習したそうです。でそれがすごい思い出になってて、僕もプロ目指したいなというふうに思ったと思います。今日の一日がいい経験になって、皆さんも、ね、いい思い出になって皆さんお疲れ様でした。今日はお疲れ様でした。これで今回の株式会社フューチャープロジェクト主催のスポーツスクールの企画終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。